はい、ルンです。今回先ほど防水シール貼ってもう閉じたので、あとは発送する前に最後にやるべきことはアクティベーションロック解除、 iPhone を探す解除をしてから初期化のやっていきたいと思います。今回もピオコとマユの参加でお送りしたいと思います。これね、上の iPhone この一覧 Apple ID iPhone X 選んでこれですね、探すオフ、パスワード入れないといけないので、ちょっと待ってくださいね。パスワードちょっと入れるんで、ちょこうやってパスワード入れてオフ。オフになりました。これもオフにしとくか。オフ、iPhone を探すオフになってますので、で次にやるべきことは一般システム終了、あ、転送また iPhone リセットですね。すべてのコンテンツと設定を消去、この iPhone を消去、消去すると Apple ID からサインアウトされ個人データが削除されるので、この iPhone を完全に下取りできますということで、続けるアップロードを完了してから今すぐ消去、え？なんで？続ける、なんでこれ、一旦止めようか。これなんで今すぐ消去できないのか。あ、OKOK。データを iCloud にアップロード中、今すぐ消去すると iCloud にアップロード、これでいいわ。これで消去入ったんで、これすぐ終わるんでね、これ多分2巡目で終わるんじゃないかな。多分これで終わりだと思うんだけど、終わりましたね。今再起動かかってるのかな。あ、違う、そうだね、再起動だな。終わりだね。こんにちはとか表示されるんで、いろんなあれだね、まだだ、一旦止めようか。はい、もう今終わりましたね。初期化完了したんで
これですね。日本語、日本語。一応ちょっと軽くスタート。テスト続ける。OK ですね。この手帳型にちょっと入れようかなと思って入れて、一応プチプチで梱包して、でさらにこれプチプチエアクッション、クッション封筒ですね、これに入れて発送しようかなと思って、これ SIM は後で抜くんでね、今 SIM 入ってる状態だから。はい、今回ね、iPhone XS256GB スペースグレーがペイペイフリマの方で2万4500円で売れたのでね、フェイス ID 付加でカメラで動画撮影時に音声が収録されてないにもかかわらず2万4500円の高額で売れたのでね、発送前にアクティベーションロック iPhone を探すをオフにして初期化の方終わりました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。いつかまた iPhone XS、 これ2代目なんだよな、買ったの。またいつか買うかもしれないしね。はい、失礼します。